はい、えー。皆さん、こんにちは。鈴木森生チャンネルへようこそ。えー、このチャンネルでは、看護師国家試験に確実に合格する学習方法と、えー、必要な知識について解説をしています。えー、今回のテーマは、子宮筋腫です。 最初に子宮筋腫について説明し、それを筋層内筋腫、小膜下筋腫、粘膜下筋腫に分類します。そして、えー、子宮筋腫の症状と子宮筋腫の治療について説明します。えー、記憶に残る復習の仕方、早期して保存について説明し、最後に、えー、子宮筋腫に関する国家試験過去問題を解説します。はい、えー、まずその子宮筋腫とは何かということですけれども、 えー、子宮の平滑菌から発生する良性腫瘍ですよね、えー。子宮にはですね良性、えー、腫瘍以外に悪性腫瘍つまり、えー、子宮体がんとか子宮けがんとかねそういったものも発生しますけれども、えー、子宮に発生する腫瘍の中で、えー、この子宮筋腫という良性腫瘍が、まあ、最も多い、ねえー、ということを知っておいてください。 でまあ、どれくらい多いかということなんですけれども、その子宮筋腫にはです、ね、エストロゲン依存性という特徴があります。つまりエストロゲンが分泌されることによって、その筋腫が大きくなっていくということですよね。で、えー、やっぱりエストロゲンの分泌が活発な人というのは、まあ、生殖可能年齢なわけですね。で、その生殖が可能な年齢、つまり15歳ぐらいから、 閉経、えー、するまでのそういう年齢の女性のですね4、5人に1人の割合で発生でする20%から25%の発生で、ね、割合で発生するわけですからそれはもう、えー、子宮に発生する腫瘍の中で一番多いということが分かると思いますで。特にですね後発年齢はエストロゲンの分泌が活発な、えー、30から40歳代に後発します。 えー、閉経後はこの子宮筋腫という良性腫瘍はあ萎縮する傾向にあるわけですね良性腫瘍ですし、ねえー、膨張性発育といってそれほどね、えーえー、命にかかる症状を起こすわけではありませんから、えー、閉経後はこの子宮筋腫は特に問題になることは少ないということになりますよねそれではですね、えー、これ日本産科婦人科学会のホームページから取ってきたんですけれども えー、子宮筋腫をですね、えー、3つに、ねえー、分類するとこの図のようになりますね。えー、左の方に図があって、小膜下筋腫、粘膜下筋腫、筋層内筋腫とありますけれども、まず一番多いのはですね筋層内筋腫です、ねえー。やっぱり子宮平滑筋から発生しますから、まあ、この筋層内筋腫が最も多くですね。 しかも1つだけではなくてね、多発しやすいということがあります。そして、この図のように大きくなってくるとですね、子宮の内膜側にこう飛び出てきますよね。ですから非常に症状が出やすいわけです。良性腫瘍っていうのは膨張性発育、圧迫性発育っていうことを覚えていますでしょうか別の回で詳しく解説をしていますけれども、それでもこう粘膜側に ねえー、飛び出てくればです、ね、それは必ず症状が何かあるでしょうということになるわけですよね。そして次に、小、えー、膜下筋腫ですけれども、これは図で見てもらえば分かるように、えー、子宮の外側に飛び出ますよね、小膜というのは、えー、子宮の一番外側の膜ですから、ですから、これはですね、えー、大きくなっても症状に乏しいんですよね。 けれども、非常に大きくなると、ですね例えば小児灯台、ね、子どもの頭ぐらい大きくなったりする人もいるので、まあ、そういう方々はですね腹腔内の、えー、腸であるとかね、そういったところに圧迫症状、えー、を起こしてきたりしますよね、それからその支流そのものを食ね、えー、体の外から食池することができたりもしますけれども、でも小さいうちには症状は乏しいということがわかるかと思います。 そして、えー、粘膜下菌種はですね一番まあ5%から10%ぐらいと数の上では少ないんですけれども、えー、もう小さいうちからね粘膜がに飛び出ているということを考えると、えー、最も症状は最初から出やすいですし小さくても症状が重くなりやすいということがわかります。えー、それで、えー 子宮筋腫はですねできた部位によって発生部位によって筋層内筋腫小膜下筋腫粘膜下筋腫に分類するわけですそれではですねどんな症状が起きるのでしょうかね良性腫瘍ですから膨張性発育圧迫性発育になるわけでそんなにね臓器を壊したりするわけではないけれども今見た図のように粘膜外に飛び出ればそれなりに症状が あるわけですねでえー、っと肩月経どういう意味でしょうか肩月経というのは経血量が多いということですよね過長月経この意味は生理が、えー、正常なにって長くても7日以内に終わるというよりももっと生理期間が長引いてしまうということですよねやはりこれはあの子宮筋腫という良性腫瘍によって えー、子宮の収縮が妨げられて血がなかなか止まらない止血されないということによって起こるわけです。えー、肩月経過長月経の原因になる。ということは慢性的に、ね、なかなか出血が止まらないということですよね。えー、出血が体の外に出てしまうと鉄の再利用ができないということになって、えー、鉄欠乏性貧血を起こしましたよね。 ですから子宮筋腫は、えー、肩月経、過長月経の原因になるということも知っていなければいけないしさらにそこから鉄欠乏性貧血を起こす、えー、原因の一つであるということもですねしっかりと理解して覚えておかなければいけないわけです。はいえー、それから、ですね成立もひどくなりますね。えー、下腹痛や腰痛がひどくなります これを月経困難症と言いますよね、月経困難症の原因にもなります。はい、先ほど説明しました、特に小膜下菌種なんかの場合、大きくなるとですね、えー、腹部を触診しているときに、あれこれなんだという、ねえー、感じで、えー、種類をね、触知することもあります。また患者さんがかなり大きくなってから、ねえー、これなんでしょうかって来る場合もあるわけですよね。つまり、えー、小膜化菌種の場合には えそれぐらい、えー、他の症状がなくて、ね、で、えー、主流が触手できるようにまで大きくなってしまうこともあるということです。はい、えー、それからですね、やっぱり粘膜側、特に子宮体部の粘膜側に飛び出てたということで、えー、これ、着床が障害されるなというところに着目しなければいけません。えー、着床障害があれば妊娠が成立しませんから不妊になりますし、 一時的に着床して途中まで育ったとしても流産や早産の原因にもなりやすいということですね。そして妊娠可能年齢の女性にも起きますからそこも大きな問題になってくるわけです。妊娠中の女性が気をつけなければいけないことの一つですよね。はい、それではですね子宮筋腫の治療はどうしたらいいかといったらですねそれはやっぱり良性腫瘍ですから患者さんのまあ困 困り度とそれからあとは年齢によって、えー、いろいろと治療方針も変わってきますよね。例えば筋腫、えー、が小さくてあんまり症状もないしもうすぐ閉経なんだ、ね、さらに小さくなるだろうという時には特に治療しないで、えー、経過観察でもいいわけですよね。でその反対に今度は、えー、もう子宮筋腫は大きいしその分症状も強い。 すで、えー、既に子どももたくさんいて、これ以上の妊娠は希望してないといったような場合にはです、ねえー、単純子宮的手術という手術を行います。そして、えー、子宮筋腫は大きくて症状も強いんだけれども、ねえー、まだあ、ね、妊娠を希望しているという場合にはです、ね、筋、え、腫、ー、核手術という手術をするわけですね。子宮菌種は寮生使用ですから えー、正常な組織と腫瘍の境界が明瞭であり特に皮膜に覆われていますからその禁止の部分だけくり抜いて取り出すということができるわけですそうすると子宮は温存されるわけですからその後の妊娠が可能であるということになりますで、えー、症状は強いんだけれどもやっぱりどうしても手術は、ね、怖くて希望しないんだ という場合にはですね、偽閉経療法という保存的な治療をすることもできます。要は、ホルモン剤を使って、閉、え、経、ー、したのと同じ状況を作り出すということですけれども、そうするとエストロゲンの分泌量が減ることになります。ということは、エストロゲン依存性の子宮筋腫は大きさが小さくなるので、 半分ぐらいまで、ね、小さくすることができるので症状もな軽くなったりするわけですよね。けれどもエストロゲンの分泌量をわざと減らすということは、えー、皆さんご存のように、まあ、更年期障害の、ね、症状が出ることもあるでしょうしそれから骨量が減少して骨粗しょう症を進行させてしまうということもあるわけですから、えー、この偽閉経療法を長期にわたって、えー 行うことはでできないんですよね例えば手術前に一時的にやっておきましょうとか、ね、小さくしておきましょうとかそれからまあもうすぐ閉経だからそれまで偽、えー、平経療法で頑張りましょうといったような方が適用になります。で、えー、そういう閉経より前の人の場合はですねこの偽平経療法の治療を中止するとですね、まあ、再び子宮筋腫は大きくなりますよということも分かっています。 はい、えー、国家試験には確実に合格する学習方法があって、このチャンネルではラーニングするディスカッションの歌文字を取った LTD ですよと教えています。国家試験には合格必勝の法則があって、それはみんなが知っていること、あなたも知っていれば確実に合格しますよということです。えー、LTD をすればそのような状態になるので、絶対に合格しますし、LTD は記憶の三原則の記名保存装置に適しているので、学習効率もむちゃくちゃいいです。えー この LTD について詳しく知りたい方は、ですね、学習方法の回をご覧になってください。それでは今回の復習をしましょう。SNS で今回学んだことを発信すると、早期の訓練なので記憶に保存されて忘れません。Twitter、Instagram、Facebook、YouTube、LINE など何でも構いません。あなたのクラスメートも、あ、そうやって覚えたらいいのかと決めることができて、とっても喜んでくれます。その時には、ハッシュタグ鈴木森生チャンネル、ハッシュタグ支給禁止とつけてください。お願いします。 最初に子宮筋腫とは何かを説明し、次にその症状を説明してください。えー、そして最後に治療を説明してみましょう。えー、過去の国家試験問題です。えー、子宮筋腫で誤っているのはどれかという問題ですね。1、えー、番、子宮に発生する症の中で最も多いのでしょうか。ね、これ、正しいですよね。何しろ、妊娠可能な年齢の女性の4、5人に1人できるものですからね。 で40歳代に最も多いでしょうかそうですね、えー、ストロゲン分泌が活発な30代、40代に多いと覚えておいてください。はい、3番、組織学的には黄門菌種でしょうかえー、っとですね、これは、まあ、子宮菌種の問題というよりも、まあ、解剖学、生理学の問題ですよね。えー、先ほどからね、子宮の平滑筋にできた良性腫瘍と話をしていますけれども、 子宮には平滑筋しかないということが分かった上えでの説明ということになりますよね。はい、えー、黄門筋といえば、ねえー、どんな筋肉かといえば、まあ、骨格筋、または心筋が黄門筋ですよね。えー、骨格筋は髄筋、あなたの意思で動かせる筋肉。まあ、心筋は不随筋ですけれども、えー、心筋は。 平滑筋ではなくて黄紋筋だということは、これ1年生のうちに覚えておかなければいけない内容でした。そして、えーね、消化管の筋肉であるとか、それから子宮の筋肉であるとか、そういう内臓の筋肉の不随筋は当然、平滑筋なわけですから、ね、これ、子宮筋腫の勉強してるかしてないかという問題ではなくて、1年生の時にちゃんと解剖性理学を勉強してるかという問題になって になっているわけですよね、えー、黄紋禁止であるということはもう絶対に間違いなわけですそして、えー、肩月経が未来でしょうか良性、えー、腫瘍ですけれども子宮の収縮を阻害するので肩月経、過腸月経、えー、そこから来る鉄欠乏性貧血や月経困難症などの症状を起こすということを覚えておきましょう はい、次に、えー、43歳の女性 A さんは肩月経を手相に受診し、子宮禁止で単純子宮全摘術を受けた。退院指導で最も適切なのはどれかということですよね。えー、単純子宮全摘術を、ね、受け入れたということは、もうこれ以上の妊娠は希望してないんだけれども、えー、何か困ることがあ,あるということですね。で患者さんの手相は肩月経ですから、多分いろいろ検査をしてみたら、えー もう鉄欠防性貧血がねあったんだろうなということも分かるわけです。さあ、退院指導で最も適切なのはどれか、1番、貧血は改善するでしょうと言ってよいかということになりますけども、当然これ言っていいですよね。だって、貧血を治すための原因療法になってますよね。この患者さんの貧血は何で起きたのか、肩月経で起きた。肩月経の原因は何なのか、子宮筋して起きた。えーたえー、単純子宮前摘術を を受けて、えー、子宮筋腫がなくなれば当然肩月経過長月経は起きないから鉄欠乏性貧血も治ると言っていいわけですよね原因療法するわけなのでこれは正しいですよねさあ性行為は今後ずっとできませんこれ単純子宮全摘術は子宮のみ摘出しますから、ね、そんなこと言ってはいけません、えー、3番更年期症状が現れる可能性もありませんありますこれも偽平経療法でもありませんし 手術で乱層を取るわけでもありませんからそんなわけはないですよね4番食物繊維を取るように転げてくださいここでは全,全く関係がありませんはい、えー、国家試験には確実に合格する学習方法があります今回の学びが皆さんの役に立ったらぜひいいねボタンを押してくださいまたチャンネル登録もよろしくお願いします、えー、今回も最後までご視聴ありがとうございました